2019年4月14日、横浜スタジアムにて、白井一行は、兵庫県赤市出身のプロ野球審判員である。日本野球機構審判部、関西支局所属審判員袖番号は、20。兵庫県立赤市高等学校、高画総合科学専門学校を卒業後、1997年2月1日に、パシフィックリーグ審判部に入局。 2000年8月8日のオリックスブルーウェイ部隊、千葉ロッテマリーンズにて初めて一軍戦の審判を務めた。2002年にはウエスタンリーグ優秀審判員として表彰を受けている。ストライクコールが非常に感高いのが特徴で、審判の中で最も声が大きいとの理由で2018年に審判員奨励賞に選出されたこともある。また、ストライクコールをする際に指で K の字を作る。2007年には、オールスターゲームに初出場を果たし、第1戦で球審を務めている。また、2014年には、日本シリーズに初出場を果たし、ソフトバンクが、日本一を決めた第5戦で球審を務めている。2011年シーズンから審判員が統合されたが、白井は引き続き、20を着用している。2015年プレミア12に出場。 一時ラウンドメキシコ対アメリカ戦では球進を務めた。2016年7月6日、オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークス11回戦で二塁累進を務め、史上124人目となる通算戦0 0試合出場を達成した。2021年9月18日、オリックスバファローズ対埼玉西武ライオンズ22回戦で球進を務め、史上98人目となる 通算1500試合出場を達成した2020年終了時点での出場試合数は1421。ありがとうございます。